でね、本当にね、この下ね、片付けてやろうと思ったんだけど、うん、このままこれ晩ご飯として食べちゃうんで、うん、ちょっと こちらのね、紹介やっちゃいまーす。じゃあ行きまーす。じゃあまずこっちから。これはあの、第1弾と第2弾になってて、今回は第2弾のトランプとモノポリーとハーっていうゲームの中のどれかが入ってるで。で、モノポリーね、欲しいの。うん。でも多分これは違うような気がする。なんかちっちゃいから。あ、やっぱり。やっぱりハーっていうゲーム。何なの？テーマカード1枚選びます。アクトカード1枚引き、引いたカードに書かれた数字のシチュエーションを声と表情だけで演じます。他のプレイヤーはテーマカードを見ながらどのシチュエーションを演じているかを予想します。何？伝言ゲームみたいなもんかな？あの、何っていう。あの、例えばこの踊りでこの歌を当てるみたいな。そんなやつなの？そうだね。演じるゲーム。なんで、ハーっていうゲームなんだ。もう、で、これプレイヤー人数は、2から5人、うん。ゲーム時間は約10分かな、うん。で、アクトカードが5枚で、テーマカードが20枚で、得点チップが36個。ってやつでーす。一応でも、ちょっと見てみたいな。あの、こんなこと。こんなことある。は？なんでの歯？力をためる歯、力が抜けて歯、怒りの歯、驚きの歯。いろんな歯を演じる。そうだ、演じる、そうだ。そうだ、こういうやつなんだね。で、どれのを当て、どれをやってんのかって。うん、相手が。なるほどね。で、当てるゲームみたいです。みんなでやったら面白そう。うん。じゃあもう一つ、そっち。あ、もう一つ面白い。じゃあこっちも開けたいと思います。うん。あ、こっちでかいんだよ。多分箱が。触った感じ。いくよ。うん、せーの。あ、やっぱりね、そうだ。やっぱそうだと思った。でかいんだ、箱が。大きいやつ。あ、もう一つのトランプだったから、うん、あと一つ当たってないのね、うん。多分これと同じちっちゃいと思ったんだよね。触った感じこれだけ違うんだよね。大きさが。うん、だからでかいと思ったらこれかなと思った。モノポリー。うん。チンパが欲しかったやつでーす。やったね。モノポリー。で、言われて知れたモノポリーはあの、ボードゲームだよね。だから、あの、カブト。人生ゲームに似てるっちゃ似てるんじゃない？でも買い物する感じだよ、ね。そうそうそう。で、お金持ちを目指すゲームだよね、うん。うん。で、プレイヤー人数が2から4人で、時間が約15分。うん。なんかちょっとスゴロクみたいなやつ。そうそう。で、株買ったりするやつ。会社大きくしたり。で、セット内容はゲームシートが1枚に、プレイヤーのコマが4個。だから4人用までできるよと。うん、ルーレットが1個に、所有サインが全64個。うん、各16個かける4色、うん。で、お札が全90枚。うん。感じでーす。あ、目的は達したんだ。よかったの、ね、冬休みとかはやっぱ遊ぶよみたいな感じ。ああ、そうそうそう。だからね、まあ、今スイッチ持っていけるから、うん、スイッチとかでゲームでも出てるから、あれなんだけど、でもほら、おじいちゃんおばあちゃんわかんないでしょ。だから田舎とかに帰った時みんなで、ね、やるのにはいいんじゃない、うん、って感じで。で、まあ、チンパはボードゲーム好きだから、欲しいなと思ったんだよね。今回のセットは。うん、って感じで。じゃあ、以上、これがハッピーセットの、なんだっけ、おもちゃっていうの、おまけ、みんなでパーティーゲームっていう選べるおもちゃの、ハーっていうゲームと、モノポリー。うん、です。以上です。